ちょっと、ちょっとあんた。私ですか？そうだよ、美しいお嬢さん。あんたは今とてつもなくついている。今日は何をやってもうまくいく幸運の日だ。幸運の日？そりゃあもう人生で最高の日になるだろう。何か勝負事をするなら今日がチャンスだ。どれ、少し占ってあげようか。ラッキーナンバーを教えてあげるよ。私、勝負事はあまり。大変だ、空から人が降ってきたぞ。これが幸運の日？向こうで何かあったみたいですね。何かのお祭りでしょうか。人が倒れてるぞ。近くのビルから落ちてきたらしいぞ。飛び降り自殺か。すみません、どうしてください。あんた医者か。いえ、違います。それじゃあこの男の知り合い？いえ、全然面識のない方です。じゃあ何しに出てきた？あの、私今日はついているそうなので、もしかしたら何かのお役に立てるかと。あ、まだ生きてらしたんですね。ラッキーじゃないですか。おい、何か言おうとしてるぞ。よく聞き取れなかったので、よければもう一度だけ。はい、大丈夫か。息をしてないぞ。研究者はまだか。今のはダイイングメッセージというものでしょうか。数字の3といったように聞こえましたけど、もし聞き間違いだったらどうしましょう。命がけの最後の言葉を台無しにするわけにはいきません。あ、時を戻せばもう一度メッセージを聞き直せますね。ダイイングメッセージを聞き直せるなんて私だけの特権です。あんた、さっきから何ブツブツ独り言喋ってる。邪魔だから、用がないなら。よく考えたら、ダイイングメッセージを聞く前にあの人が死なないようにすればいいのでは。町の人を守るのも探偵としての責務ですね。急いで現場に駆けつければ間に合うかも。ちょっと、ちょっとあんた。すみません、急いでるので。何か伝えたいことがあるんですね。どうぞおっしゃってください。2、数字の2ですか。おい君、何があった？大丈夫か？救急車を呼ぼうか。いえ、大丈夫です。すぐ戻りますから。ダ
イイングメッセージが最初と違っていた気がするのですが、最初は3で次が 2？ これはちょっと、ちょっすでに疲労が、このまま走っても間に合わない。あ、ちょうどいいところに。すみません、乗せてください。ここをまっすぐ全速力でお願いします。まだ息があるぞ。車の屋根がクッションになって助かったんだ。急いで救急車を。助かった、よかった。やっぱり私今日はついている日なのですね。めでたしめでたし。めでたしめでたし。というようなことが先日ありまして。いや全然めでたくねえし、何も解決してねえじゃねえか。その男はまだ生きてんのか？ええ、一命を取り留めましたが、今も意識不明の状態が続いているそうです。じゃあ結局そいつが空から降ってきた理由は分からずじまいってわけか。新聞では自殺未遂と断定されている。ビルの屋上に柵を乗り越えた痕跡があったそうだ。どうせ保安部お得意の適当捜査だろ。いずれにしても我々には関係のない話だな。まあぶっちゃけその通りだけど、いろいろ気になるだろ、妙なダイイングメッセージとかさ。最初が3で次が2、そして最後が 1？ カウントダウンじゃあるまいし。変化するダイイングメッセージなんて聞いたこともねえぞ。普通ダイイングメッセージは一度きりだからね。私が時を戻したせいでメッセージが変化してしまったのでしょうか。いや、それはおかしい。お嬢が現場に駆けつけた時点で被害者はすでに落下してる。ってことはこれが自殺にしろ殺人にしろ落下するまでの経緯に違いはないはずだろ。伝えようとする内容だってそうそう変わるとも思えないなあ。ハララもそう思うだろ。その質問は僕への依頼と受け取っていいのか。なあ、なんでもないなんでもない。お前に聞いたオイラがバカだった。どんな問題であれ僕に尋ねるのがこの世で最も賢明な手段だと思うが。その分とんでもない料金をふっかけるんだろ。もちろん相応の料金はいただく。ただ今回のケースで言えば別に事件というほどのものでもないな。
これはあくまで仲間内の雑談ということで済ましても構わない。へえ、仲間だって。どういう心境の変化だ？ダイイングメッセージが変わったのはなぜでしょう？ハララさんならわかりますか？ある程度の推測は成り立つ。ただし現場を確認しないことには断定はできないな。やっぱり調査が必要なんですね。これは覚えておいた方がいいね。ちなみに新聞の情報によると、被害者が落下したと思われるビルは4階建てだ。1階は高級ブランドショップ、2階はレストラン、3階は美容室、4階はカジノ。いずれの階も通りに面した窓は開かないようになっている。ゆえに被害者が落下したのは屋上からと見て間違いない。被害者の身元は？25歳の男性、1階のショップに勤める店員だが、他の階にも客としてよく出入りしていたようだ。ビルにいる人間が被害者と顔見知りでもおかしくないってことか。その中の誰かに屋上まで連れ出されて突き落とされた可能性もあるわけだな。ダイイングメッセージはその誰かを示しているんでしょうか？もしそうだとしたら、お嬢が被害者を助けるたびにメッセージが変わるのはおかしいだろう。それとも名前に321全ての数字が入っているとか、そんな名前あるか？ないとは言えない。そりゃそうだけど、メッセージが変わる理由にはならないだろう。そういえば被害者が最後の1を口にした時、ああ、あったと言っていました。あった？何かを見つけたのか？それは分かりませんけど、何かを探しているような仕草をしていました。そりゃ一体どういうことだ？被害者は落下時に何かを手に持っていたんだろう。しかし落下の衝撃でそれを落としてしまった。なるほど。で、被害者はそれを見つけて1というメッセージを残したのか。そう考えれば被害者の言動も理解できる。そしてその何かは事件に関わるものである可能性が高い。お嬢、現場に何か落ちてなかったか？すみません、何も気づきませんでした。いくらうっかりお嬢とはいえ、両手で抱えるサイズのものなら見落とさないよな。ってことはそれは近くに落ちていても気づかないくらい小さいものか。いやでも待てよ、被害者は最初の落下時にも当然その何かを持っていたはずだよな。でも最初は1じゃなくて3だった。落ちる時に毎回別の何かを握りしめていたのか、それともその何かは複数あるのか。吹雪が時を戻したタイミングから考えて、その何かが毎回別のものだったとは考えにくい。複数個あったという可能性までは否定できないが。私にはもう何が何だか。きちんと論理の道をたどっていけば必ず真実という終着点に到達するはずだ。
それは私の最も苦手とするものです。諦めるなよお嬢。とりあえず最初から考えてみようぜ。わかりました、やってみます。被害者が手に持っていた何かが事件の鍵である可能性が高いんですよね。まずその何かのサイズは、その通りだ。被害者が落下した直後に現場にいた吹雪でさえその小さな何かを見落としている。おそらくそれは手のひらに収まる程度の大きさと考えていいだろう。被害者は落下した時の衝撃でその何かを手から落としてしまったんですね。3回目の時には被害者自身がそれに気づいて探しているような素振りをしていました。そしてその何かを見つけて言ったんです。ああ、あった。被害者はどうしてそれを見るなり1だなんてつぶやいたんでしょうか。普通に考えたらその何かの表面には数字の1が書かれているんじゃないですか。被害者の男性はそれを見て1だとつぶやいた。はあ、なんだよそのアホっぽい答え。いや、素直な考え方だ。筋も通っている。被害者はそれを見て1だとつぶやいているんだ。だったらそこにそう書いてあると見るべきだ。おいおい、マジかよ。表面に数字が書かれてる何か、なんだそりゃ。でもよくわかんねえな。最初は1じゃなくて3だっただろ。状況ごとに数字が変化していたと考えれば別に不思議ではない。数字が変化していた？あ、もしかしてその何かって、おい、お嬢、もしかしてその何かが分かったのか？はい、多分ですけど、被害者が手に持っていたその何かは、もしかしたらサイコロだったんじゃないですか？サイコロ？あ、なるほど。確かに振るたびに数字が変わるし。いや、ちょっと待てよ。最初の3と次の2は数字は一緒じゃなきゃおかしいんじゃねえか。お嬢は被害者が落下した後で現場に到着してるだろ。被害者の手からこぼれた際はすでに振られた状態だ。つまりサイコロの数字はその時点で決定してる。だから変化するはずがない。確かにそうだな。これについてはどう反論する？それなら多分こういうことじゃないかと。サイコロを見るときの角度が違っていたのではないかと思います。角度？最初被害者はうつ伏せに倒れていました。もしその視線の先にサイコロが転がっていたとしたら見えるのは一つの側面だけですよね。2回目はどうなんだよ。2回目は私が少しだけ早く現場に着いたので被害者を助け起こそうとしたんです。だからその時にサイコロの上の面が見えたのではないでしょうか。なるほど、そういうことか。確かに通常であればサイコロは上に表示されている数字を読むものだ。
3回目は落下した場所がタクシーの上でしたし、サイコロの出た目自体が変わっていたのだと思います。お嬢、なんか今日は朝から冴え渡ってるじゃねえか。そうですか。つまりまとめるとこういうことだな。被害者はサイコロを手に持った状態で屋上から転落、地上に落下した際にサイコロを手から落とす、この時サイが振られた。被害者は死に際にそれを見て目についた数字をつぶやいた。いやー、よくここまで推理できたな、お嬢。私も少しは探偵らしくなってきましたか。ま、オイラほどじゃねえけどな。まだ最後の答えが出ていないぞ。最後の答え？被害者はダイイングメッセージで何を伝えようとしたのか。そういえばそうだな、何のためにわざわざサイコロの数字を口にしたんだ。それはもちろん犯人が誰なのか知らせるためじゃないですか。サイコロが犯人を示しているのは間違いないだろう。被害者は死に際に何とかサイコロの存在を知らせようとした。しかし朦朧とした意識の状態ではとっさに目についた数字を声に出すので精一杯だった。サイコロが犯人を示している。そういえば被害者が転落したビルにサイコロと関係ありそうな店が入ってたよな。あ、ということは犯人はあの場所にいる。犯人は4階のカジノにいる。そう見て間違いないだろう。やったなお嬢、まさかここまで推理できるとは思わなかったぜ。いえ、とても私一人では。ハララさんとデスヒコさんのおかげです。まあそりゃそうだろう、オイラのカリスマにヒレフスがいい。でも今のところただの想像でしかねえな。何か証拠があるわけでもないし、あくまでダイイングメッセージから組み立てたオイラたちの妄想と言われればそれまでだぜ。ここまで推理できたのにどうにかなりませんか、ハララさん。物証となるサイコロが手元にあれば話は別だが、今となっては見つけ出すのも難しいだろう。あの時私がそれに気づいて拾っていれば。仕方ねえよ、普通気づかねえって。そういやハララの探偵特殊能力でサイコロの行方を調べられねえのか。被害者が生存しているケースでは僕の力は使えない。物騒な能力だぜ、まったく。これ以上この件には手を出さないというのも一つの選択肢ではあると思う。誰かから依頼を受けたわけでもないし、急を要する事件でもない。被害者の意識が戻ればおのずと事件は解決されるだろう。それまでに犯人がもう一度被害者を襲いに来るかもしれねえぜ。殺し損ねた相手にきっちりとどめを刺しに。そんなことになったら大変です。私の責任です、どうしましょう。そこ
こまで責任を感じることはねえと思うけど、ほったらかしにするのも居心地悪いな。おいハララ、なんかいい手段ねえのかよ。一つだけある。もったいぶってんじゃねえよ、早く言え。ああ、言っとくけど金は払わねえぞ。ヒントは占い師に聞け。なんだよその RPG の村人みたいなヒントは。占い師？なんだ、心当たりでもあるのか。最初に話したじゃないですか、私に話しかけてきた占い師ですよ。そいつが事件となんか関係あるのか。その占い師にカジノについて問い詰めてみるといい。面白い話が聞けるだろう。わかりました、朝食を済ませたら早速。おい、一人で行くつもりか。仕方ねえな、おいらも付き合うか。ハララも当然一緒に来るよな。依頼がなければ僕は動かない。仲間が聞いて呆れるぜ。ここまで話を聞いてもらえただけでも十分です。ありがとうございました。あとは私一人でやってみます。オイラもいるっての。ちょっとあんたたち。お、オイラたちのことか。そうだよ、若いお二人さん、お似合いのカップルだね。あんたらは今とてつもなくついている。今日は何をやってもうまくいく幸運の日だ。幸運の日？そりゃもう人生で最高の日になるだろう。何か勝負事をするなら今日がチャンスだ。どれ、少し占ってあげようか。ラッキーナンバーを教えてあげるよ。ぜひ頼むぜ。ふむふむ、どうやら3の倍数があんたらのラッキーナンバーだ。もし賭け事でもするのなら3の倍数に賭けなさい。なるほどな、ハララの言っていたことが分かったぜ。どういうことですか？お前、この先にあるカジノとグルだな。何を言うんですか突然。カジノ？何のことですか？ここで景気のいいことを言っておいて、カジノでカモにしようって魂胆だろ。そんな人聞きの悪い、私はただの占い師です。カジノのあるビルから人が転落したっていう事件、あんたも知らないわけじゃないだろ。被害者はカジノの関係者に殺されかけた。おそらく秘密を知りすぎたんだな。あんたも何か知っているなら今のうちに白状した方がいいぜ。次はあんたの番かもしれない。もし危ない連中と付き合ってるなら今日でもう終わりにしておけよ。あとはオイラたちが片付けておくから、知ってることを話しな。おっしゃる通り、私がここで客を捕まえてカジノに誘導する役目です。
ラッキーナンバーもデタラメというか、その数字で勝負したら確実に負けるようになっています。そんな、ラッキーで信じてたのに。すみません、そもそも私には占いなんてできません。マニュアル通り喋っていただけなんです。そのマニュアルってのはカジノが作ったのか。はい、カジノではイカ様が横行していて、かなり悪どい商売をしています。この前ビルから転落した男を知ってるか。はい、彼はいわゆる桜です。一般客に混じって場を操作したり、イカ様に加担したりしていたみたいです。だから彼が自殺未遂をしたと聞いてピンときました。きっとヘマをして消されそうになったんだろうって。なるほどな、そういうことだったのか。なあ、本当にあいつらをどうにかしてくれるのか。私が情報を流したことをあいつらに知られたら。任せておけ。オイラを誰だと思ってる？悪を許さぬスター探偵、デスヒコサンダーボルトだぞ。心配だな。どうやらカジノぐるみの犯行みたいですね。放っておけば次の被害者が出てしまうかもしれません。ここまで来たらやるしかねえな。所長には余計なことするなって言われそうだけど。でもどうします？こちらには証拠は一つもありませんし、あの占い師さんを連れ出すのは気の毒ですよね。だったら正面から乗り込んでみるしかないだろう。つまり冒険ですね。おーよ、あの人たち本当に大丈夫か。ここだな。はい、デスヒコさん、何か作戦があるんですか。もちろん、作戦名出たとこ勝負だ。それはワクワクしますね。それじゃ行くぜお嬢。はい。待て、ハララ何しに来たんだ。どうせ無策で突っ込むつもりだろうと思ってね。その通りです、ハララさん。むやみに相手を引っかき回して被害を広げることになるぞ。余計な手出しをするな。なんだよ、邪魔しに来たのか。引っ込んでるだけならまだしも。君たちだけじゃ話にならないと言っているんだ。火事の相手なら僕に任せろ。え？もしかして手伝ってくれるんですか。おとなしく僕にベットしておけば勝てる。いいか、作戦はこうだ。いらっしゃいませ。これを全部チップに変えてくれ。
かしこまりました。オーナーを呼んでくれ。勝負がしたい。あの、お客様。自殺未遂の件で話があると伝えろ。かしこまりました。見たところ保安部ではなさそうですね。どういったご用件でしょうか。単刀直入に話そう。ここで雇っている桜を一人消そうとしたな。何のことでしょう。チップをすべてかける。君が勝負に勝てばこの件はチャラだ。その時点で調査終了。我々は二度とここには来ない。もちろんチップもすべてそちらのものだ。あららさん、いいんですかそんなこと。もしあなたが勝ったら。その時は君に罪を認めてもらう。諦めて保安部の世話になることだな。よろしい。あなたの言う罪とやらが何なのかさっぱりわかりませんが、このカジノのオーナーとして勝負を吹っかけられた以上断れませんからな。約束は絶対だ。ええ、お互いに。それで何の勝負にいたしましょう。サイコロを用意してくれ。クラップスですかね。そうだ。だがややこしいルールは省こう。勝負は4つのサイコロを使って行う。それぞれ2つずつサイコロを持って同時に振る。先にぴったり合計7を出した方が勝ちだ。2人とも7が出た場合は引き分けとして勝負を続ける。いいでしょう。サイコロはこちらで用意しますが構いませんね。構わない。君が振るな。私が？こういう勝負事ならハララさんの方が。僕は相手の手の内を探る。君は普通にサイコロを振ればいい。ただし相手が7を出したら時を戻すんだ。あ、そうか。私にはそれがありました。ではよろしいですかな。勝負。おやおや、あっさりと勝負がつきましたな。ただし相手がマナを出したら時を戻すんだ。ハララさん、私たった今戻ってきました。相手は最初から7を出しました。ちなみに私はダメでした。あっさり負けてしまいました。やはりそうか。だが何度でも挑戦できる。それが君の強みだ。そうですね。相談は済みましたかな。サイコロの前ではどんな計画も無駄。運に任せるしかないと思いますがね。では勝負といきましょう。望むところです。今度こそ。おやおや、
あっさりと勝負がつきましたな。ただし、相手がナナを出したら時を戻すんだ。戻ってきました。2回目です。相手は2回とも最初にナナを出しました。サイコロを振るタイミングが前と違っていたので別の数字が出るはずなんですけど、カジノのオーナーになるような人間は幸運に恵まれているのでしょうか。いや、幸運なんかじゃない。どうせイカ様だろ。イカ様？なりふり構わずといったところか。それならこちらも遠慮する必要はないな。でもどうするんですか。相手がイカ様で絶対にナナが出せるならいくら時を戻しても勝ち目はありませんよ。時を戻すのにも限度がありますし。相手のイカ様を封じ込める手段はある。本当ですか。ただし相手を封じ込めたところで勝負に勝てるわけではない。こちらが勝つには君がナナを出す必要がある。あ、そうですね。次でいけるか、吹雪。わかりませんけど、やってみます。私は定められた自分の人生に勝負を挑むつもりで探偵になったんです。こんなところで負けていられません。君の勝負に乗るよ。はい。打ち合わせは終わったかね。何かを話し合ったところで最後目は変わらないと思いますがね。では勝負といきましょうか。その前に喉が渇いた。水をくれないか。いいでしょう。おっと、申し訳ない。何の真似ですか。手元が滑っただけだ。それでは勝負を始めようか。いいでしょう。ふぶき、頼む。君がナナを出さなければこの勝負は終わらない。任せてください。ナナ出ろ、ナナ出ろ。お前はどうしてここに。あー、すごい。勝ちました。私勝ちましたよ。そんなバカな。このサイコロで負けるはずが。勝負あったようだな。事件について話してもらおうか。しても良かったですね。意識が戻ったみたいで。あの高さから落ちてよくご無事で。ちげえよ、オイラだよ、デスヒコだよ。え？カジノに入る前に打ち合わせしただろ。何を聞いてたんだよ。予想通り、あのカジノで使われているサイコロには何か仕掛けがあったみたいだな。被害者はダイイングメッセージでそれを知らせるつもりもあったんだろう。だからサイコロの勝負に持ち込めば相手がイカサマしてくるのは目に見えていた。そこでオイラの登場ってわけ。
オイラが店の奴らを脅かしている間にハララがサイコロをちょこちょこっとね。そうでしたか。私が勝負に勝てたのもハララさんのおかげだったのですね。いや、吹雪のダイスは動かしていない。え、それじゃあ私自力で7を出せたんですね。そう、君は勝負に勝ったんだ。あ、本当ですか。よかった、私勝負に勝ったんですね。やるじゃねえかお嬢。はい、私探偵として少しだけ成長できた気がします。おい、ハララ、なんとかしてくれよ。あれ以来、お嬢が勝負ごとにハマっちまって。時間を戻せるやつを相手に勝ち目なんかあるかよ。心外ですね。私もそんなインチキしません。さあ、デスヒコさん、もう一勝負しましょう。